アリアルとミリアルのメカアリーナ実況。次はボルテックのガチャが来たね。インプラント様に引けと言われてましたけど、 A コインが全然たまらないのでパスします。サポートではそのうちプログレスパスに追加されるって言ってたけど、開発報告では入手方法はガチャかオファーだけと書いてますね。月に1回は全部のガチャが来るようにしてほしいところです。さて今日もトーナメントやっていこうか。マップはコロネードです。ここではアクトレストーカーで中央に陣取ると稼ぎやすいね。対人戦ではヘイト稼ぎすぎて潰されたりしますけど、ちらっ盾のある方から出よう。集中砲火はきついですからね。おっとアクトレかすり傷で倒せました。間先にキル者倒すべきだった。さてでモンスターキル、ラッキーです。体力は8割、上々の滑り出しだね。弾数もそこそこあるので連続キル狙っていきましょう。バリア張られなかった、ラッキー。トリプルキルに逃げられました。倒してジャベリンのダメージをそのまま回復したかった。そこまで甘い動きはしてくれませんよ。電キルで稼ぎながら回復しよう。今度はヒギ、ダベリン受け倒しできました。恥ずかしいからゴリ押しに技名つけるのやめて。リロード待ちつつキルパク狙います。断層的にもうちょっと待った方が良かったね。キート突き抜きならいけるかも。シャドウはしっかり狙って。逃げないなラジャガさんも。3機いけたけど玉切れだ。キルパクならなんとか。エイム吸われた。これで倒せちゃうのがアクトレです。回復アイテムが来てくれた。回復したのでアレスさん援護します。弾がないんだけどね。足りなかったし止められました。意外と耐えられそう。倒しつつ回復です。なんとかなったけどリロード管理はちゃんとしなかったね。23対6で勝利です。うまくすれば全滅も狙えそうだね。弾が足りないのでなるべくスキル中に攻撃しましょう。ジャベリンでも左遷切って回避。打ち終わりはただの的です。この距離のゼファーは壁からちょい出して。スキル使われなくて助かりましたね。今回も初手モンスターキル取れたかな。取れてました。やりましたね。キルパクできなかった。右に走ってなんとかダブルキルを狙いましょう。ブリっぽいけど満タンチャージになるのももったいないのでそのまま攻撃。リロードとリスポ待ちで下がります。地雷からのキルパク狙いで出撃。一気2機3機4機連キルアワード出ませんね。取れてるんでしょうか。どうだろうね。1機2機3機4機渋滞してない時でもアナウンスありません。試合自体はすごく順調なんだけどね。体力満タンなので前に出ましょう。どんどん進を。弾がギリギリでした。今度はしっかりリロードしていこう。あら味方が押し込んでますね。くっ下がりすぎた。出てきてください。よし、バリアは間に合わないよ。22対6で勝利です。41キル最高記録だね。
コアは818ポイント。こちらも自己新記録を大幅更新です。ベンキルはワードが山盛りだね。モンスターキルはアナウンスのあった2回分しかありませんね。1ラウンドに1回しか取れないのかな。詳しい条件わかる人いればコメントで教えてもらえると嬉しいです。ボットのレベルは4ランクの低レベルだね。普段は高レベル5ランク混じってボット戦の平均は600届かないくらいでした。トーナメントの初戦は弱い相手と当たる仕様になってる気がするね。といったところで今回は終わりです。よろしければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。